雲海の上の旅人は、ドイツロマン主義の画家カスパー・ダービト・フリード・リヒが1818 18年に描いた油彩画。ドイツ・ハンブルク美術館所蔵。最前面には、古ドイツ風の新緑色のコートをまとい右手に杖を持って切り立った岩の上に立つ若い男の後ろ姿が描かれている。男は髪を風にたなびかせ、厚い雲海に覆われた眩しい風景を見つめている。 中継には男が立っている岩山とはおそらく別の岩山が霧の中から頭を出している。渦巻く霧の中、断崖の上に生えた木々も描かれている。また、円形には霞んだ山が描かれ、徐々に低地の草原と混じり合っている。雲海はそこから地平線の彼方へと続き、最後には空の雲と一体となって見分けがつかなくなる。 ドイツの哲学者シューベルトはこの絵について、次のような感想を述べた。それは、飛行船の操縦士だけが見ることのできるような絵だった。彼がその乗り物に乗って、厚い雲の上に飛び出し、霧のベールの切れ目から濁りなく青い空が見える、高みにまで上昇した時に、1855年、ゴッドヒルフ・ハインリヒ・ホン・シューベルト・ツィルケルシュタインさん。この絵に描かれた岩山は、 ドイツ南東部のザクセン州とチェコボヘミア地方にまたがるエルベサガン山地を絵の題材としている。フリードリヒは他の作品と同じようにこれらを屋外でスケッチしてからアトリエに持ち帰り再構成して海外に取り込んでいる。円形右手に描かれたのはチルケルシュタイン山であり左手の山はローゼンベルク山かカルテンブルク山と思われる。手前の岩山は ラーテン村近郊のガムリヒさんのようであり、男の立つ岩はカイザークローネの山々である。流言島の白亜岩。雲海の上の旅人と同時期に描かれ、共通点も指摘される。スイス、ビンター・トゥール、オスカー・ラインハルト美術館所蔵。雲海の上の旅人は流言島の白亜岩や氷の海と同じくロマン主義絵画のスタイルを呼び、 フリードリヒの絵画のスタイルに忠実な絵画である。2004年、マイケル・ゴラは、この絵から伝わるメッセージは、カント風の内政の一種であり、雲海の暗がりを見つめる旅人を通して表現、されていると解釈した。2001年、ロンデンボは、旅人は未来のことがわからないことの暗誘であるとして、絵に共感を示している。エール大学陸軍、海軍士教授、ジョン。 ルイス・ギャディスは、このロマン主義を代表する傑作に抱いた印象の矛盾についてこう述べている。その絵が残す印象は、風景を征服していながらその中に描かれた個人には、差したる意味がないということを示唆して、矛盾したものである。顔が見えないので、若い男と向かい合う帳簿が、彼を元気づけるものなのか恐怖させるものなのか、あるいはその両方なのかを知ることはできない。ジョン・エル・ギャディス。 歴史の風景歴史家は、どのように過去を描くのかこの作品の題名はドイツ語で、デアワンダラー・ウーバーデム・ネブリミールであるが、日本語の題名を、雲海の上の旅人とした場合、現代の意味のいくつかが失われることになる。ドイツ語ワンダラーには、放浪者の意味とハイカーの二つの意味がある。また、ドイツ語ネブリミールには、霧の海と海の霧の二通りに、解釈できる。このことから、 この絵の放題は、霧の海を眺めるサスライビと、雲海を見下ろす散策者とも訳される。ありがとうございます。